はい、どうも皆さんこんにちは、みざです。本日はですね、古戦場が来たってことで 90L の方ちょっとね、試し切ってみようかなと思います。よろしくお願いいたします。ここでね、サプチケで加入させた、サプチケでラチってきたアイルとか、ちょっとね、欲しくて取ったマキラとか、そういうのもおりますので、土子戦場はどうなんだろうね。実際どんな敵が来るのかもわからないし、なんかタコ型のキャラクターらしいんですけれども、とりあえず、こんな感じの編成で行ってみようと思います。カオスルーダーで EX はアップリフト、多神人、アンプレディクトで、アイルを使っていく形になりますね。で、武器の方はね、排水を生かした感じ、減衰が出るのかも何もかも不明ですが、ちょっとね、初見で戦ってみたいと思います。レッツゴー。はい、やってまいりました。オクトポーデめっちゃタコじゃんめっちゃタコや、超タコ。こんな敵がいるんですね、オクトポーデ。これさ、何回使えばいいんだろうね、このアイルの。2回使うか、ギルティーブレイク。弱くない、体力。やっぱ最初は体力結構低いですね、これ。やっぱ見てて思うのは、体力結構低め。これ 95% でなんか来るのかな。あ、でも 75% でなんか来るのか。とりあえずこれで、あ、もう2回使えば減衰出ますね。いいね。 75% でタコスミ痛え。え、何これ、これ何、HP が見えなくなり攻撃をミスしやすくなる状態。へえ、こんなのがあるんですね。あ、すっごいミスるすっごいミスる。これさ、マウントいらないっすか。これマウントいらねえかな、どうだろう。これマウントいる気がするな。ちょっと待って、ポーション使わないと死ぬわ。これで外れるわーホームランで単発大ダメージ。これなかなかえぐいぜ。これ結構強くね。あ、 75% で全体デバフの 50% で、だからカバウとかが欲しいかな。カバウがあるといいですね。これはカバウがあるといいけど、他なんかあるかな。アイル強アイル強くねえか、マジで。で、ここで 25% の技が来ると。え、 25% の技がどうなるかっつう話だよな。これでシーミーティア全体大ダメージの防御ダウン、防御ダウン、攻撃ダウンか。あ、攻撃ダウンはこれあれだよね、あの多分ハレゼナの単発で食らうやつだね。なるほどね。え、これ対処難しくないか、どうにかなるかな。でもアイルは必須かな。アイル、マキラを入れる枠があんのかがちょっと微妙なところかな。どうだろう、迷うところですね。いや、もうでもアイルめちゃくちゃ強いわアイルが強すぎて素直に草だ。75% をどう耐えるか、だいたい 75% をどう耐えるのかと 50% の単発大ダメをどうするか、この2つですよね。50% でアイルが死んでたらどうなってたかっつう話にもなってくるから、そこら辺に対する対応策を練るのが、高速化の鍵に。ダークフェンサーはちょっと厳しいかな。もっとこう、クリアオールを持てばいいのかな。クリアオール持つか。あ、いいね。クリアオール持って、あと単発回避をどうするのかを悩みながら生きていきましょうという、そんなお話でした。それじゃあ、僕の90ヘル初見チャレンジでした。またお会いしましょう。じゃあね。バイバイ。